ジョン・コーリー・ハートは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、ボーリング・グリーン出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。2000年6月5日に行われた MLB ドラフトで、ミルウォーキー・ブルワーズから11巡目指名を受け、6月12日に契約を交わし、プロ入り。この年から、マイナーリーグでプレーを始める。2002年は、AAAQ 通算で128試合。 打率283-24本塁打。99打点、出塁率。343、超打率。532-27、盗塁の好成績をマーク。守備では32失策を犯したものの、7月7日に開催された、フューチャーズゲームのアメリカチームに選抜されたほか、カリフォルニアリーグのオールスターチームにも選出された。 2003年も AA 級において130試合、打率。323本塁打、94打点、出塁率。340オプス、80725盗塁と、好調を維持し、9月1日には、サザンリーグのオールスターに出場。前年同様32失策を記録しているが、ベースボールアメリカ史が選ぶ、マイナーリーグオールスターセカンドチームにも選出された、他、 同リーグの MVP に輝くなど、マイナーにおいて、順調な成長を遂げる。オフの11月20日にブルワーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2004年2月10日にブルワーズと1年契約に合意し、3月16日に、トリプル a 級インディアナポリスインディアンスへ移動した。5月21日にメジャーへ昇格し、5月25日の、 ロサンゼルスドジャース戦においてメジャーデビュー。4回の裏、代打として登場し、対戦投手の石井和久に空振り三振に仕留められた。なお、本年から外野手にコンバートしている。2005年はトリプル A 級で113試合打率30。308出塁率。377オプス91331盗塁を記録し、 7月13日には、パシフィックコーストリーグのオールスターに出場。8月14日、メジャー最小格。同日、ジェイソン・スタンリッチから、キャリア初アンダーをレフトへの3点本塁打で飾り、同23日には、キャリア初のマルチヒットを放つ。シーズン終了後、パシフィックコーストリーグのベストベースランナーに選ばれた。2006年は、トリプル A 級で26試合。 打率、320、出塁率、391オプス、951の好成績を上げると、5月18日以降はメジャー定着、87試合に出場し、経験を積む。そのうち10試合において一番打者に抜擢され、8月17日には、初の先頭打者本塁打を放った。さらに、 9月4日から13日にかけて8試合連続安打をマーク。特に5日は、初の1試合2本塁打を放ち、6打点、3得点を挙げる活躍を見せた。2007年は主に1番、第45番打者として起用され、球団史上5人目となる20本塁打、20盗塁をクリア。6月13日から7月6日にかけては、 セシル・クーパー以来27年ぶりとなる22試合連続アンダーを放った。この年、ハートとブランドン・フィリップスが2本類打20盗塁、20試合連続アンダーを達成したが、これは2002年のブラディミール・ゲレーロ以来である。その他、リーグ4位の3類打数、同7位の死球数、同7位の得点圏打率、339をマーク。 シーズン終了後、全米野球記者協会によるアンソングヒーロー賞とグッド外賞を受賞。ブルワーズ時代2008年は5番打者に定着。前年より全体的に数字を下げたが、球団史上初となる2年連続の20本塁打、20盗塁を達成。4月13日に1試合4アンダーを放つと、4月21日から5月4日に、 かけて13試合連続出塁をマーク。4月の月間成績は打率。295、出塁率。358、5月は打率。306、出塁率。342、オプス、861。7月15日にはネットでの最終投票にて、32番目の男に選出され、キャリア初の MLB オールスターゲーム出場を果たす。 前半戦打率289オプス831に対して後半戦は打率239オプス659と失速したが8月24日から9月5日にかけて11試合連続安打を放ったシーズン通算の二類打数はリーグ3位マルチヒットは47回記録10月1日から行われた ナショナルリーグディビジョンシリーズでは4試合に出場したが、14、打数3安打、打率。231、出塁率。333、超打率。231とさえず、チームも、フィラデルフィアフィリーズに1勝3敗で敗れた。今後は30本塁打、30盗塁も期待されている。2009年は、オープン戦で打率。 351.7本塁打という成績を残し、県目下監督に、今シーズン、最高の成績を残すと思ったと言わしめた。しかし、いざシーズンが開幕してみると、8月2日に、シーフード料理に当たり、中水炎の手術を受けたことで復帰まで40日を、要し、最終的には115試合の出場で打率。260.12本塁打、48打点。 11、盗塁と、いずれもレギュラー定着後では、自己最低の数字に終わった。その影響もあってか、シーズンオフには、ニューヨークメッツのジョン・メイン投手とのトレードも、噂されたが、結局立ち消えとなった。しかし、2010年は一転して調子を取り戻し、オールスターゲームや、その前夜祭りであるホームランダービーにも出場した。2012年はプリンスフィルダーの遺跡。 新加入の青木のリチカの活躍もあり、一類種として先発出場する機会が増えた。2013年10月31日に FA となった。2013年12月11日、シアトルマリナーズと1年契約で合意したことを報道され、12月13日に球団が正式発表した。2014年は開幕ロースター入りしたが、 5月20日に左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。7月4日に復帰したが、8月2日に右膝の故障で再び15日間の故障者リスト入りし、9月1日に復帰した。前年に1年間離脱するまで2度の30本類大乗を含む3年連続25本類大乗を放っていたため、期待されてチームに迎えられたが、 故障の影響で68試合の出場に終わり、不審も重なって打率。203.6本塁打、21打点、に投塁という不本意な成績に終わった。9月29日に DF となり、10月6日に FA となった。2014年12月19日にピッツバーグパイレーツと250万ドル出来高の1年契約を結んだ。 2015年11月2日に FA となった。スピードとパワーを兼ね備えた大型アスリート。2007年と2008年にブルワーズ球団史上初となる2度の20本塁打、20投塁を達成している。右方向に長打を打てるうまさがあり、3年間の得点圏打率、301と勝負強さも合わせ持っている。レンジは広く、 中堅を守れるだけの守備力も十分にあり、打てない時でも勝利に貢献できる。この点は、ブルワーズの顔であるプリンスフィルダーや、ライアン・ブラウンよりも優れている。欠点は子球を選べないことで、選球眼に磨きをかければ、真の強打者になれるとの声もある。また、元ブルワーズ監督のネッド・ヨストは、 必ず30から30を達成するとハートの能力を高く評価している。マイナー7年間の通算成績は打率299出塁率357オプス855131盗塁である。カントリーミュージシャンのガースブルックスが主催する子供らのための事前財団に貢献している人物としても知られ、もしプロ入りしてなかったら 指導者としての道を選択していただろうと言われる。なお、1980年代のセックスシンボルとなったカナダ人ミュージシャンと同性同盟だが本人はエミネムのファンである。既婚、妻クリスティーナとの間に3人の子供がいる。ありがとうございます。